こんにちは。フレックス南大阪店の桂木と申します。今日ご紹介するお車はこちら、ハイエーススーパージュエルワイド版の、パールホワイトディーゼル肉のお車になります。今回のお車1ナンバーサイズ普通貨物車ですねになりますので、まず内外装の方からご説明させていただきます。まずフロントの方ですね、トヨタセーフティセンスのミリ波レーダー、それから、パノラミックビューモニターのフロントカメラ、インテリジェントクリアランスソナーのセンサーが前方に4箇所、こういった安全性能しっかり入っております。でダークプライム2になりますので、フロントグリルだったりとかヘッドライトのインナー、こちらがダークメッキの加色、これが特別装備になっております。カスタムとしては、フロントの、リップスポイラーですね、こちらフレックスオリジナルのデルフィーノラインがついております。続いてサイドの方ですね、今回ホイールがフレックスオリジナルの、バルベロの、アーバングランデですねとグッドイヤーのナスカータイヤが入っております。で車高も 1.5 インチのローダウン済みになっておりますので、非常にグッと締まった見た目になっているのかなと思います。続いてリアの方ですね、リアの方はメーカーオプションのデジタルインナーミラーのカメラ、それからフロントでも紹介させていただいたインテリジェントクリアランスソナーのセンサーが後方にもこちらしっかり4箇所入っております。でリアゲート開けていただくと、今回ですね、こちら1ナンバーのワイド版の荷室スペースになっております。非常に広いスペースがありますので、お荷物積んでいただいたりとか、あとは追加でベッドキットのカスタムしていただいたりとか、使い方に応じて様々な使い方ができるかなと思います。はい、で今回、2列目はパワースライドドア付きのお車になります。でダークプライム2の特別、使用車になりますので、こういったハーフレザーのシートだったりとか、天張りが黒で統一されてたりとか、非常に高級感のある内装になっております。続いてフロントの方ですね、今回は、カロッツェリアの7インチナビ、こちら入れさせていただいております。でダークプライム2の装備として、ハンドル、それからシフトノブ、ナビ周りの、パネルですね、こちらがマホガニー調のものに統一されております。でフロントの方も、ハーフレザーのシートに変わっております。はい、いかがでしたでしょうか。今回のお車ですね、非常にシンプルなカスタムで、金額も非常にリーズナブルになっておりますので、ここからご自身の希望のカスタムをどんどん追加していきたい方などおすすめになっているのかなと思いますので、こちらのお車気になる方、ぜひ下記の概要欄からお問い合わせいただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。